皆さんどうもこんにちは。ドラゴンクエスト8やっていきます。前回ククールが仲間になってなんかこうドルマゲスの行方を追おうぜみたいな感じなんで、新しい場所を目指して行こうと思います。ククールってなんだ。あ、本当あれか、僧侶か。強いね僧侶って。なんかホイミとバギ使うよね。なんかそういうイメージあるわ。装備は？あ、レイピアとかなんや。レイピア、あ、スカラ覚えてる。指輪もつけてる。ちょっと待ってな。服と指輪だけか。ちょっと何か装備できそうなやつがあったら渡したいんだけど。革の盾とかは？オッケーオッケー。あと錬金でさ、なんかこうトゲのブーメランができるみたいなあったけど、一回なんか買いにない戻っとか戻ろうかなって思ったけど、また次進んだとこにね、まあいい武器があるんだったら買うのでもいいかなって悩むよね。かわいい。これ遠目から見たらさ、何のモンスターかわかんないよね。大目玉の大目玉が見えないんだから、大目玉って思わないよね。大目玉見えないから。あとちょっと目が飛び出てビャーンって飛び出てる目が。例えばネットでさ、なんかこういろいろ掲示板的なものあるじゃない。それでなんかこうドラクエのモンスターのめっちゃマイナーなやつ言い合おうぜみたいなやつがあってさ、私全然知らんのばっかやったよね。だいたいさ、こう色違いでマイナーなやつっていたりするじゃない。色違いで名前が違うやつちょっとわかんないなみたいな。そんなんじゃなくて、本当に見ないようなやつばっかで、みんなよう知ってんなってなったわ。看板。アスカンタ城。ほうほう、お城があるんだ。どうしよう。すっげー広々としてるから、寄り道してみようかな。と思ったりはするものの、広すぎん？ちょっと結構広いよね。あっ、暴れ足取り、寝てる。お昼寝かな。夜に寝てるならわかるけど、お昼寝してたんかもな。暴れ牛鳥ってどう見ても牛にしか見えなかったけど、横からとかこう手の短い感じ見るとやっぱこう鳥なんやってなる。ちょっと美味しそうだな。暴れ牛鳥ってさ、鶏肉になるの？牛肉になるのあれ。どっちなんやろ。もし食べるとしたらね。うわー、出たー。色違いだけど、本当に、あれ赤くなったんだけど。怖っ。強くなった。サックシープってよく見たら、なんかこう、髪の毛、綺麗だね。後ろ揃ってんだね。パッツンだった、後ろが。なんだろう、色変わったら強くなるのかな。攻撃力が上がったかな。人面獣いる。動くタイプの、あ、動くっていうかシンボルタイプのやつ。魔の森の支配者、絶対強いな。支配者だぜ。いや、寝ねえよな、やっぱ支配者は。まあ、2ぐらいなら。ククールちゃんと火力も出せてる気がするか、すごいよね。
レビアが強いのかな。え、寝るんかい。寝るの魔の支配者。やるぜしか起きたけど。あ、そうだ、ちょっとためるって使ってみたかったな。ちょっともうそろそろ倒せそうな気がするから、使わんでいいかなって思っちゃったけど。あ、いた。え、無理かな、強い、これもしかして。結構、え、ま、体力、おお。ためる使ってみよう。あ、認めてる。ナイス。やっぱ新しいシステムなだけあってさ、貯めるってコマンド選ぶ癖がねえから忘れちゃうんだよね。いいね、 HP めっちゃ増えてる。勇気でいいかな。勇敢な青年になった。トヘロスって何だったっけ。地形ダメージは、使いはトラマナか。モンスターどうか。ちょ、待って、トヘロスって何やったっけ。やべ、ド忘れした。あー、魔物出なくなるやつか。弱い魔物が。この辺多分強いよね。まあ、そのうち、また弱いエリア、来たことのあるところを歩く場合は便利かも。確かになんか縄旅になりそうだね。あ、家っぽい絵がある。マイエラ修道院、アスカンタ城。まあ、一本道でいいのは助かるよ。うわ、ボベット小僧だ。かわいい。え、エイとか初登場なのって。うわ、かわいい、こいつめっちゃパペットして、うわ、うんうんってやってる。かわいいな。初めて見たのジョーカーだったと思うけど、エイトかな、かこいつも。スライムの人形で殴りつけた。え、じゃあ、幻術師の方でも、なんかするのかな。幻術師の方は魔法かな。もう一回貯めてみよう。うわ。ちょっと寝たらどんな感じか見てみたい。人形の目も寝るのかみたい。じゃあ、攻撃してみよう。どうや、どんだけ入る。うお、強い。いいね。確かに、どうなんだろう？ 2 ターン。2ターン？ 3 ターン？ 3 ターン。1ターンさ、貯めちゃうとさ、1ターン攻撃できないじゃない。だからさ、1ターンお休み分の攻撃出してもらわないと、強くないよなって思ってたんだけど。ブーメランって全員にダメージ入るからね。やっぱ強いのかな？2回やろう。もう1回、2回ぐらい貯めようか。1回だけ貯めて攻撃するんだったら弱いのかな。もうだけだし。この戦闘長引きそうだなって時にやるといいのかも。お、みんな特技使わねえ、いろいろ。ていうか作戦考えてなかったや。ククールはダメでしょ。ククール命大事でしょ、多分。ヤンガスガンガンでいいんだよな。で、貯める、貯める。え、で、これ2回貯めたら ?20、50、100だっけ。8はどうか知らないけど、ドラテンはそうだったと思う。そろそろ攻撃してみようか。おー、いいね、いいね。ちょっと気持ちいいな、これ。気持ちいい。家が見えてきた。
羊も歩いてるよ。おめえ。人んち？あ、間違えちゃう。なんか地図のボタンと間違えてしまった。あ、川だ。川引いてある。おばあちゃん？おばあちゃんの家か。私の孫娘のキラはお城で駒使いをしておりまして、大層気のつく子なんですよ。だけどここ2年ばかり一度もお休みいただけなくて顔を見せないんです。え、お城への道ですか？でしたらこのまま道沿いに東へまっすぐ行ったところですよ。ありがとう。キラ、名前ついてる子だから割と、あれかな？重要な。容赦なく割っていく。お、絹のローブ。ローブか。ジェシカか？どれどれ。あ、ジェシカいける。ククーでもいけるけど、シダの方が強い。はい。で、ジェシカが着てた服は、しまいます。そうだ、なんか言うかな？セリフ変わってる？うん、俺はオディロ院長の仇、ドルマゲスを追跡するためにあんたたちと同行することになった。ま、よろしく頼むぜ。この先どこに行くか、さっきもらったその世界地図で決めよう。あっしもいずれは、このぐらいの小さな家でのんびり余生を過ごしたいでがす。あ、すごいな。やっぱちょこちょこ、セリフ変わんのかな？もちろん、ダンドのそばには、エイトの兄貴がいる。それが理想の暮らしです。かわいいじゃん！エイト大好きじゃん、この、こんななりしてさ。こんななりして、エイト大好きじゃねえか。エイトと一緒に過ごせたいの、ずっと。かわいい。この辺は東のお城の領地ってことになるわけね。私全然知らなかった。王様はどんな人かしら？私、王様ってまだ一度も会ったことがないのよ。え？トロデーを忘れるなって。そういえば、そうなのよね。そう見えないけど。なあ、城の方行ってみないか？じいさんばあさんとなるなら話してたって何も面白いことなんか起きやしない。美女も冒険も敵討ちも大抵城舞台にするもんさ。な、行こうぜ。なんじいさんばあさんだらだら、つまんねえとかさ。似てたこいつマジで。癒されるだろうな。牛いる牛。お、教会かな？教会っぽいイメージ、建物の感じが。おめでとう、ジェシカ。あ、いいよ！最強呪文来た！最強呪文来たやん。お色気。はい。見返り美人。正面から見ても可愛いから。メタパニ。すげえすげえ。ちょっとトリッキーなの覚えてきたんだ。いいよ、最強やん。グループ攻撃じゃないのっていいよね、ほんとに。めっちゃ強いんだよな。全員にダメージ入るの、やっぱり。了解だ。休んでいらしては？ん？今日は我が神の定められた祝祭日。いつもはご寄付をいただくのですが、今日は無料。お、やった！では、粗末なベッドですが、どうぞごゆっくり。宿屋ってこと？あれ、イベントだった！やべえ、大丈夫かな？ちょっと怪しくない？宿屋かと思った。あ、おいちゃんどうしたの？おいちゃん寝れんのかい？あ、お前も寝てなかったのかよ。まあ、そうだよね、眠れないよね。お父さん代わりのね、院長が殺されたばっかで。お前、何やら事情がありそうじゃな。
話せば気が楽になることもあるやもしれんぞ。まあ無理にとは言わんが。王様優しいとこあるやん。なんだろうね。こううまくいかねえんだよな。あいつ、マルチェロとは。いっそ本当に血が繋がってなきゃお互い幸福だったのかもな。ああ、気にしてたんだね。そりゃそうだよね。家族だからさ、大事にしたいけど、大事にしたいのに、なんか気がついたら、言い争ってるみたいな。あれのね、過去の話かな、もしかして。死んだ檻の院長はこの辺じゃ名の知れた、慈善家でさ、身寄りのない楽器を引き取って育ててた。ボサボサやん。トランクスみたいだね。かわいい、でも、めっちゃかわいい。俺もその一人で、あの辺の漁師だった両親がいっぺんに死んじまった後。姉もない、親戚もいない、そういうガキにはあの修道院しか行く場所がなかったんだ。でも漁師の後継ぎみたいにはなんなかったのかな。まあ親戚もいないから何もできないのかね。どうしようもないんだろうか。うちのマロンちゃんぐらいビビリじゃん。怖いかもね、ああいう大きい像とか、ちっちゃい子からしたら。私もちっちゃい頃、ひな人形の顔めっちゃ怖かったしな。お家のさ、和室にあったんだけど。ああいうひな人形をさ、ちょっと薄暗い、暗めの部屋でじっと見てるとさ、なんか、表情が変わったように見えたりするんだよね、なんだか。暗いからさ、そんなはずないんだけどさ、そういう気になっちゃうから怖いんだよね。初めて見る顔だね。え、あ、待って、これ何歳さん？結構差あったんやな。14、15歳とか？でもククールまだめちゃくちゃちっちゃいよね。10歳にもなってないぐらい。修道士見習いかい？一人でここまで来たの？かわいい。そうか、大変だったね。荷物は？それだけ？あの、お父さんとお母さん死んじゃったんだ。だから荷物なくて、他に行くところもなくて。僕も似たようなものさ。でもここなら、オリの院長やみんなが家族になってくれる？大丈夫だよ。なんかお互いあんなにツンツンしてたのに、小さい頃こんな感じやったんやって思うと、ちょっと、うるうるしてきた。院長のところに案内する。ごめん、ほら泣かないで。君の名前は？ククール。え？聞き覚えあったの？そうか、君、お前がククールなのか。うわ、やべ、涙引っ込んできた。出てけよ、お前は。お前なんか今すぐここから出てけ。お前はこの場所まで僕から奪う気なのか。わからんやんな、そんなん。こんなちっちゃい子には。かわいそうやけどさ、マルチェロも。勉強熱心で将来有望な騎士見習いのマルチェロは俺にだけ態度が違った。
すまぬな、幼子よ。今の話すべて聞いてしもうたよ。まさかマルチェロがあのような態度を取るとは、一体何が。そうか、お前が。マルチェロには鼻違いの弟がいると聞いていたが、そうか、お前がククールなのか。すべては時間が、ここでの暮らしが解決するだろう。さあ、おいでククールよ。ここが今日からはお前の家になるのだよ。みんなに紹介しよう。その後しばらくして俺は初めて知ったんだ。死んだ親父にはメイドに産ませた、ら違いの兄が一人いたのだと。それがあのマルチェロで、俺さえ生まれなければ後継ぎは奴のはずだったのだということを。マルチェロとその母親は、あ、そっか、メイドさんは生きてたけど、あ、亡くなったんだね。俺が生まれた後無一文で屋敷を追い出され、すぐに母親は死んでしまい、身寄りのなくなったあいつは、この修道院で俺と親父を恨みながら育ってきたんだ、ずっと。もうね、誰も悪くないんだよね。一番悪い父ちゃん、もう死んでるから、なんともね、どうしようもできないから、辛いな。ほんと、寝耳に水の話でさ。幼く純真なククール少年の心はこっぴどく傷ついたね。でもまあ、ね。クソ親父はしたい放題やってさっさと死んじまった。奴には憎める相手は俺しか残ってないんだ。わからないでもないんだ。だからいい機会だったと思うよ。近くにいるから余計苛立たせる。ちょうど前枝修道院の窮屈な暮らしにも飽き飽きしてた頃だったし。ククール、お前。ずいぶん長話になっちまった。ほら、そろそろ夜明けだぜ。めっちゃ明るいけどな、もう。おい。もうその走り方で笑うから。もう本当に、もう鳥山先生はすぐあられちゃん走りさせるからよ。旅のご加護がありますよ。あ、でも回復したんだよね。よかった。ああ、木の実。お祈りもしようか。川沿いの教会だって。セリフ変わってるかな。この辺は東の後ろの、あ、おにゃおにゃ、幼稚ね。ああ、ここは一緒なんだね。アスカンタ領土なんかいるよ。え、あの色合いはキラーパンサーじゃない。あの黄色と赤の色合いはキラーパンサーだと私は思うんですけど、ミニパンかな。ちっちゃかったからね。塩、え、こんな足逃げんのか。あ、なんか喧嘩してるみたいで可愛いな。そういえばドラクエ8といえば、私の中ではキラーパンサーに乗って移動 してるみたいなイメージあったんだけど、あ、こっちじゃいない。乗れるようになるのかな。じゃないと困るよね。こんな広い世界でこう乗り物的なものがないとさ、大変だし移動は。
ねえ、だまた。当たりとこぞ。なんか違う。ゴーレムだった今。すげえ。何個パペと持ってんだ。ツボってんじゃないよ、ククール。うわ、急に切りかかって怖っ。あ、ドラキーが、ドラキーと。え、かわいい。いやいやいや、笑うな、や、エイトも。ドラキーと、ゴーレムかわいい。おや、旅人とは珍しい。あんたらお城へ行きなさるのか？はい。え？悪いことは言わん。お城に行くのはやめなされ。無駄足になるだけじゃよ。なんで？誰もいない？何もないとか。すでに。あ！だはは！宝箱だった！宝箱じゃねえか。こいつも確かに黄色と赤だったわ。なんだよ、なんかキラーパンサーかと思ったし。おーい、もう、老眼だよ、私も。やばいよ、見間違えちゃって。キラーパンサーと宝箱。ばあちゃんじゃん、もう。アローインプだ。アローインプって、どっちだっけ？眠り攻撃してくんだっけ？眠り系？あ、仲間呼ぶ系？いや、どんだけ増えんだよ。あ、桜で撃つ。いや、痛え。うわ、強い、これは。待って、全員が全員サミラで撃ちしたらめっちゃ強くない？お、いいね。痛、普通に。でももうククールいるから超ありがたい。かわいい。ちゃんと弓は握りしめて寝てる。なんかこういうタイプってさ、なんかこうちっちゃいピッコロさんみたいな感じで、いかついなって思ったけど、寝たらかわいいね、みんな。ちっちゃいピッコロさん。あ、ていうかドラゴンボールの映画めっちゃ見に行きたいね。忘れてた。9月のね、頭から始まってるけど。で、こっち行ったら戻りそう。見に行きたいんだよなぁ。かかる13。いいね、おめでとう。ヒアリク。かかるってなんだ？カリスマ。かかるはなぁ。どうしよう。ククールって確かに剣っぽいけど、剣はエイトが使いたいから、せっかくだから別のにしてみたいな。杖ってタイプじゃないよね。弓矢とか良さそう。弓矢いいな。とりあえずでも今はカリスマにしとこう。一瞬のうちに相手の心を掴み取ってしまう。時には魔物の心さえも苦しくかき乱す。すげえ。色男になった。ヒアリー。あったあった。この辺か。これ向こう側か、川の。あれはじゃあ無理だな。あ、草に肩びら。着てる？めっちゃいいもん拾ったやん。防具でしょ？え、エイト装備できないの？戦士なのに。戦士ってか兵士。え、ヤンガスいけんのか逆に。ほんとじゃあ戦士なんだな。戦士タイプ。めっちゃあるやん。よかったね、守備力。袋にしまって。オッケー。じゃああれは無理だから。その辺、探してみようかな。あ、とりあえずこの辺にしとくか、動画はね。あっこ飛べるようになってたし。ルーラーで。川沿いの境界。
よし、じゃあ次回、もうちょっとこの辺調べたりしとくんで、次回は川沿いの教会から先に行こうかな。ではでは、ご視聴ありがとうございました。